スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。ということでまず告知なんですけども、新しいサイトを立ち上げました。で、今真剣にですね、結構コラムのような記事を書いています。昨日はポジポジ病の克服とか、あと、ソーシャルトレードとはとかね、あと店頭取引とは何かっていうことを書いたりしています。この動画概要欄に URL を貼っておきます。で、スマートフォンとかタブレットで、見やすいような、構成のサイトにしていますので、よければブックマークなどに追加をお願いいたします。ということで、私の現在の保有ポジション5ドル円とニュージーランドドル円のロングね、これまあ先週ぶっちゃけましたけども、数百万円含み損ありました。それがもう数十万円まで、減ってきました。もうすぐ全てのポジションが解消されるかなというところまで来ています。で、まずドルインデックスですね、米ドルが買われているか売られているかということをまあ表す、指標のチャートなんですけれども、はい、かなりですね、ドルが売られている、米ドル売られていて、これ昨年の9月末ぐらいの水準まで下がってきているんですよ。はい、ただまあ前回安値水準まで来ているので、ここで反転するのかどうかっていうところですよね。まあここのこの陰線続いた割にここではちょっと揉み合ってるので、もしかするとここから反転して、米ドル買いの方に行くかもしれません。はい。で、まあ、次ですね。日経225。いやー、すごかったですね、これ。年初から、大発会が700何十円上げたんですよね。で、売買代金も伴って、で、その700何十円上げた次の日も200円上げて、しかも下髭陽線なんですよ。はい。まあ、週末でこの形っていうことは、まあ、ちょっと1月からね、まあ、大相場かなと。本当でも今これバブルですよね。株も上がって、そして次ビットコインと仮想通貨なんですけども、今回ちょっとね、3つの、仮想通貨のチャートをご覧いただいてます。まあ、ビットコインはね、皆さんご存知だと思うんですけども、一回高値をつけて、そこからまあちょっと冴えない展開でですね、で、上がってるのがこれ、リップルなんですよね。これが、3週間で10倍になって、で、その後ちょっと私来そうだなと思って、このネムっていう、仮想通貨、ブログで取り上げたんですよ。その後、ドカーンと上がっていって、で、口座が、やっと明日、ハガキが届いて、ちゃんと全部の機能を使えるようになる、みたいです。はい。まあまあ、こんな感じのを見つけられるといいんですけども、なんせね、仮想通貨って取引できる、まあ日本国内のちゃんとした取引所で取引できる通貨の数が少ないんで、そこがちょっとね、というところで。はい。やっと為替の方行きますね。はい。で、まあ、ね、先ほどの株価指数、そして仮想通貨と比べると、もう米ドル円なんじゃこりゃって感じですよね、ほんと。もう北朝鮮動向のを、だいぶ後退してるので、普通はね、リスク先行で、もう上がっていってもおかしくないんです。もう心当たり抜けててもおかしくないんですけども、まあ、冴えない。で、昨日の夜の、米雇用統計の時もちょっとツイッターでツイートしたんですけども、いやもう本当にやっぱりみんな仮想通貨の方に行っちゃってるのかなと。まあそれも仕方ないですよね。まあ実際こう、直近のね、動き見てもそうですし、まあ、あと、ね、レバレッジ規制案、ね、規制案の話があるので、まあそこで、なんかそんなんあるんだったら仮想通貨行こうかっていうね、新規の方がやっぱりそっちに流れちゃってるのかなっていうところもありますよね。はい。で、ユーロ円ですね。はい。ユーロ円こちら長らく、続いていたレンジを抜けて上に行きました。ただまあ、金曜日、はい、上髭ついてるので、まあちょっと今判断が難しいところですよね。はい。まあこういうところちょっとまあ、売りで入りがちなんですけども、安易に売りで入ると、まあ、ちょっと危ないかなというところもあります。そして、A ポンド円です。A ポンド円ですね。こちらも、まあ、レンジ、抜けかけているところです。まあ、ちょっと、まあ、頭一つ抜けてるんで、まあ、こっからずっと行ってもおかしくはないように見えます。はい。で、ユーロドルですね。まあ、ここもね、大きなレンジの中で動いていて、そして、前回の高値付近まで来ました。で、ここのサポレージ、これは抜けられるかどうかっていうところですね。はい。まあ、個人的にはちょっとやっぱりここピッチ9だったので、その反動があるかもしれないなと思ってるんですけども。はい。で、A ポンドドルもまあ似たような感じで前回高値付近です。ただ、なんか A ポンドドルの方がまだもうちょっと、ここ抜けていってもおかしくはないような勢いはあるように見えます。
はい、続きまして、5ドル円ですね。はい、まあ本当に、この下がっていった時はすごい勢いだったんですけども、上がる時もすごい勢いでね、まあ5ドル円売りから入る方ってあまりまあ少ないと思うんですけども、まあまあ買いで入ってる方にとっては、まあ恩恵がかなりあるのかなと。はい。で、ニュージーランドドル円もね、こんな感じで上がっていっています。はい。まあ結構私、スワップポイントついていて、まああんまりね、この調子で、動かないんであれば、本当スワップ派に転向したいなっていうのは、ちょっと考えてるんですよね。トルコリラ円とか、そのあたりね。ちょっとまあ昨年、トルコリラが結構売られたところでは、そういったことも考えていたんですけどね。はい。で、来週の重要指標などなんですけども、私が特に重要と思うものはありません。まあ、いろいろとあるんですけども、まあ、どれが重要かって言われると、ECB の政策金利議事録とか、あと、金曜日ですね。金曜日によるアメリカの、経済指標が、多いです。で、スノーキーの来週の戦略です。はい、米ドル円はやや強気。まあ、株のあの勢いについていってほしいなと思うんですけどね。113円半ばを抜けるとエンジンがかかるかなというふうに見てるんですけども。で、ユーロ円はとりあえず弱気。ポンド円はやや強気。豪ドル円、ニュージーランドル円はもう一段いって、まあ、一相場終わりっていうふうに見てるんですけども、あと、ユーロドルは一応弱気、A ポンドドルはやや強気としました。まあ、ただ A ポンドドルはあそこ抜けられるかどうかっていうのは、まあ、なかなか難しいかもしれません。ということで、これらの、まあ、戦略っていうのは私の個人的な考えをお話してるだけなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということでですね、冒頭でもお話しましたけども、この動画、概要欄に、新サイトの URL、貼っていますので、よければ一度見に来てください。最後までご覧いただきありがとうございました。